ありがとうございました。委員長が今年 の横浜ミナというんですかね、はい、選手にちょっと苦言を呈されていて、はい、やっぱりちょっとこの工業地下、まあ、福岡っていうのはまたあちらの試合室の問題があったと思うんですけども、はい、あそこら辺から結構こう各選手の意識が変わったんじゃないかなっていう思いがあるんですが、いかがですか。そうですね、まあ、本当に僕ら自前で選手をですね、こう道場があるわけでもない、自分があるわけでもないですから、フェデレーションという構想の弱いところってきっとそういうことだと思うんですよ。ここの舞台に対してロイヤリティがあるとか、ここは本当に競技会ですから、自分たちのホームグラウンドとかホームって呼ばれる場所はあるわけですよね。だから当然天守で言えばライズ、ここは本当に自分の思いがこもった場所、レナで言えばシュートボクシング、だからここは競技会だから、なかなかそのライジンというものに対して、そこまでの思い入れとかっていうのが、これまだ希薄だったかもしれないけど、やっぱりこの舞台に対しての、まあ、2回、3回、4回と、ね、出場する中で、やっぱり愛着も生まれるだろうし、自分がそのライジンの中で得られるファンからのこう熱量とか、そういうものに対しての責任感も出てくるだろうし、まあ、やっぱり続けていくことで選手たちにそういう自覚が出たのかなと。僕が思ったのは本当にマリンメッセル福岡の時に初めてレナが本当にライジンのレナです、ね、それまでは SB の、レナです以上だったんです、ね、SB のそしてライジンのレナです。でそれはやっぱり僕らが言わせたわけでもないですから、彼女がそういうことを名乗りたいというふうに思ってくれたということに対して僕はすごくこっそり嬉しかったし、まあまあファンもきっとそうだと思うんだよね。だからでそういうおっしゃる通りなんじゃないですかね。レナ選手に関しては今おっしゃった通りですね、他局の番組、まあ、フジテレビさんじゃない番組で、もう年末の、言葉というかコメントを出していたりとか、うん、結構積極的にプロモーションをされていたのかなという気がすごいするんですよね、はい、まあ、ちょっと敗れてしまったのは残念ではあるんですけども、はい、まあ、そんなレン選手に、まあ、勝った朝倉環奈選手というまた新しいヒロインが出たというのは、最後の最後にまたライジンにとっては大きい出来事だったかなと。そうですね、まあ、本当格闘技は切ないスポーツなので、まあ、予定調和で全部みんなが思い描いた、オッズで言うと本当にそのオッズ通りの結果が出るばかりじゃないっていう、まあ、でも、そこがレナ・カンナ戦でスピークアップセットっていうかね、まあまあ予想を覆すような結果になったんだと思うんですけど、まあでも、プロの格闘家は負けてからが色気が出ますから、レナはここからきっとすごいもっと人気が出るんだろうなというふうに思いますね。おとといの大会に関して言いますと、まあ、カンドリ・ギャビーというちょっと目玉カードがなくなった中、セミとメインがものすごいいい試合で、はい、もう全てこう帳消ししてくれたというか、はい、ここも大きかったかなと思うんですけれども、そうですね、ニジュクッチは本当にバンタム級グランプリの上4つが、まあ、イーブロハスカとカール・アルペクソンの試合も素晴らしかったと思いますしね、バンタムの4試合がやっぱりモチベーションを持ってグランプリっていう、 こうゲーム性のあるシステムって、まあ、モロハの剣というかですね、だから次に進まなくちゃいけないんでディフェンシブに戦うような方向に進みがちな気もするんだけど、きちっとやっぱり権威とか象徴的なベルトとか、そこに賞金とかっていう、まあ、言葉が悪いかもしれないけど人参がぶら下がってますから、当然そういうものに向けて大きなモチベーションと責任を持って挑みますから、そういうものがプラスに出たトーナメントグランプリだったかなっていう気がしますね。質問としましてはですね、今回ベルト2本、まあ、作ったというか、はい、いましたけれども、こちらタイトル化になるんですか、それとも、まあ、今回のグランプリ用のベルトになるんですか。グランプリ用のベルトですね、耐久をこれから耐久性を引くのかとかね、いろんな、まあ、来年2018年をどういう形でさらに我々が話題を振りまいているというか、話題、そして選手たちのモチベーションをキープしているのか、そういうことをまた考えていきたいと思いますけども、今回の2017年のグランプリの
ためのベルトですから、それはもうあの今回だけのことです、はい。新しい試みとしてはキックのトーナメント、こちらもすごい盛り上がりました。まあ、那須川天心選手の試合後に、まあ、世界最長の、まあ、トーナメント、はい、キックのトーナメントをライジンのリングで、まあ、やりたいというようなコメントもありましたけど、はい、こちらに関してはいかがですか。はい、まあ僕らの強みはきっとリングでやってることでですね、他の MMA のプロモーションはケージが多いですから、ケージだとやっぱりその中でキックの試合って難しいと思うんですけど、キックの試合があったり MMA の試合があったり、まあ本当にようやくリングでやる、最初の2015年とか結構こうおっかなびっくりっていうかですね、まあリングの中で戦う MMA にも順応してこれてるなという、総合格闘技、プライドの頃はずっとリングだったんですけど、その後みんな UFC の影響というか、 UFC がやっぱりプライドってものをやらなくなっちゃったんで、リングで輝く舞台がないんで世界のプロモーションからリングが消えたんですけど、でもリングの方が圧倒的に見やすいし、やっぱり本当にケージの中の試合って僕最近ほんとつまんないんですよ、全部同じ戦い方になるから、だけどリングの中でのその少し遊びというかファジーな部分も含めて、やっぱり選手に聞くと落下するリングロープ際で戦いにくい、そこでテンションが取れないから押し付けてテイクダウン取るってこともできないわけじゃん、だから体もスッとすり抜けられる、だから展開は必ずリングの方が、このスポーツに今のままで言うと進化をもたらそうと思ったら、もっと世界のプロモーションがリングを使うべきじゃないのってことは、この2年間でもう一回皆さんにプレゼンできたんじゃないかなと思いますね。だからあとはもう世界中のプロモーションがケージ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 だから、 1FC もベラトールも UFC も KSW もどこもみんな個性がないように思うんですね。だからまあ僕らの強みはやっぱりキックも同時にできる、だから天心の本当にこう、まあなんていうのかな、この4人もキックのキックボクシングのトーナメントじゃないんです。だからできれば本当に過去の天心と、その僕も考えない人なんですけど、旧 K1 がやっていた本当に立ち技のフランシスコ・フィリオ、アンディ・フグが極真という空手を背負って、空手最強っていうものを背負って道着で出てくる、そんな空手着で出てくる、そういうようなものだったり、サンダのチャンピオンが出てくる、ムエタイのチャンピオンが出てくる、ね、本当にカポエラでもいいだろうし、ひょっとしたら堀口教授っていうライジンのバンタム級の王者が立ち技でこのトーナメントにというようなものが組み上がるんだったら面白いかなと思います。まあ、試合後、まあ、これはまあフライング的なのかもしれませんが、まあ、ファンに、まあ、次は誰と見たいですかという声で、まあ、ファンからはまあ大きな声でという声が出ました。このカードに関してはまずすごいデリケートなものだと思うんですけども、実現性に関してはいかがですか。分かんないですね、まあ、僕らはプロモーターという立場で言うと、まあ、ライジンでももちろん実現させたいとは思いますけど、まあ、本当に天心が常に言ってるように、別に K-1 のリングでもいいって言ってるわけだから、それを受け入れるかどうかは新生 K-1 に聞いてほしいと思います。僕らはそこは止める気はないです。本当に3月の大会で、ね、まあ、タイガーと決まってるけど、その後タケルとぜひ天心やらせてくれったら僕らはどう思ったんですか。それは、はっきり言えることで、僕らはできれば本当にこんなのも熱いうちに組まないと、いつまでもたけるたけるってもう聞き飽きて、どうでもいいんです僕からすると、今さらたけるとやったって、じゃあ今日入った客の熱が作れるかったら僕作れないと思うよ、ぐらい今日の熱が強かったから、もうあんまりそこに立ち止まらずに、実現できないものは実現できるもので、次にゴーの方がいいと思うけどね。ただ準備はみんなできてるってことです、こちら側は。ありがとうございます。